1966年、当時の清水市で一家4人を殺害したとして死刑判決が確定していた袴田岩尾さんについて東京高裁は最新裁判のやり直しを認める決定を出しましたスタジオには社会部の福島記者ですえそして東京からは元東京地検特捜部副部長で弁護士の 若狭雅さんにご出演いただきます若狭さんどうぞよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたします若狭さん今回東京高裁は再審を認めるという判断に至ったわけですがこの決定は若狭さんにはどういうふうに感じられたでしょうか 極めて本日の東京高裁の決定というのは無罪冤罪であるということを色濃く表す決定だったというふうに思います。検察にとってはかなり痛手というか想定していた以上に東京高裁の決定が冤罪あるいは えーまあ、証拠が作られているのではないかというような判断が示されている、それについてはショックを隠せないのではないかというふうに思います今、想定以上にという言葉もありましたけれども若狭さ,さん自身はこの決定について驚かれたのか、はたまた想定されていたことなのか、えどうだったんでしょうか。 私自身は去年の12月頃からの東京高裁の動き、まあ、具体的には東京高裁の裁判長が袴田さんに直接会って話を聞いたりしていた、あるいは静岡地検に東京高裁の裁判長が自ら赴いて検察庁が行,われて行っている実験を自分の目で確かめている。 まあそのような経過を見ているとこれはえ最新開始決定の方に動いているのではないかというふうに思っていました。まあですから今回は私の中ではある意味想定通りだったと言えます、うん。そういう見方もできる動きがあったということですよね。えでは今回の審理の、えー、争点について今一度整理していきます。はい。えこちらですね今回の審理の争点。 は長期間味噌漬けにされた着衣の結婚に赤みが残るかどうかでした審理では専門家の知見を踏まえ弁護団は赤みは残らず黒い色になる検察側は赤みが残る可能性があると主張してきましたこれに対し東京高裁は今日赤みが消失すると弁護団の主張に沿った判断を示しましたその理由については専門家の知見によって 合理的に推測することができるとしていますということは交際は長期間、味噌に使った犯行着衣であれば赤みは消えそして黒くなると判断したということになるわけですね、はい、そうなんですその結果え事件から1年2か月後に見つかった5点の衣類についてえ袴田さん以外の第三者がタンク内に隠して味噌漬けにした可能性も否定できないそしてこの第三者にはですね捜査機関も含まれ 事実上、捜査機関による可能性が極めて高いとかなり踏み込んだ決定内容となっています、はい、若狭さ,さんはこの検察には厳しいとも取れる文言、はい、改めてどう受け止めましたでしょうか、はいまあ、これはおそらくもう今後始まる最新の裁判、えー、そのものを見据えたあ今回の高裁の決定だったと思います。 まあ単に捜査機関による、まあ、いわゆる捏造という言葉は使っていませんが、まあ、捜査機関によって証拠が作られた可能性にかなり強く踏み込んでいる決定だったものですからそれを踏まえれば最新の裁判においても当然これはもう無罪という方向に傾いていくべきだというようなメッセージが今回の決定に読み取れるような思いがいたしております。 そういったメッセージも読み取れるということですがただ、ここまで踏み込んだ決定文ではありますけれども、えー、福島さん、事件発生から本当に長い時が経っていますがまだ再審開始が決まったというわけではなないんんでですす。よね。そうなんですまずこれまでの経緯を振り返ってみますと袴田事,事件が発生したのは1966年の6月まもなく発生から57年になります。裁判で一貫ししててて無実をを訴えて再審を求めてきました。 今回はこちら2014年3月静岡地裁による最新開始決定に続いての最新開始決定ということになりますはいこの決定今後の審理の流れどう進んでいくんでしょうかはい続いてこちらで説明していきます今日ですね東京高裁は最新開始を認める決定を出しました今後検察東京高検が特別広告をするかどうか今回の決定に不服を申し立てるかどうか判断することになります このの手続きの期限は今月20日ままでとなっています。もし特別広告した場合はですね、こちら最高裁で改めて再審を開始するのかしないのかについて審理が続けられます。仮に検察、東京高検が特別広告をしない場合断念した場合についてはいよいよ静岡地裁で再審やり直しの裁判が始まることになります。 はい、こういった流れがあるわけですけれどもえ若狭さん、元検察官というお立場でえこの東京高検はどう対応すると今お考えですか、はいまあ、東京高検としては特別広告をしたいという気持ちはあ、まあ、可能性としてはあるとは思うんですが現実問題としてなかなか今回特別広告をするというのは難しいのではないか。 というふうふに私は思っております、まあ、その理由としてはですねすでにこの事件は最高裁まで行って最高裁からその御殿の着衣の結婚の色の消失具合消え方あ,あるいはその赤が消えるのか残っているのかという点についてもっとよく審理をしなさいよということで最高裁から東京高裁に、まあ、いわゆる差し戻された。 そういうい経緯があるんですですから今回の高裁の決定というのは最高裁が出してきた宿題に対して答えたという状況なんですよね。ですからその宿題に答えたものを今度また検察が最高裁にいやいや待って待ってもう一度最高裁判断してっていうことはもう繰り返しを要するに求めるようなものですからそうなるとかなり刑事手法としては。 あるいは検察としてはです、ね、時間だけどんどん,どんどん過ぎ去っていく、えー、費やしていくことでいいのだろうかという批判が起きかねない、検察に対してそうだとすると検察としては再審という裁判が今後用意されているのであればその土俵において自分たちの主張をすればいいというような判断に傾く可能性があると思いますし 私としては元検事としてやっていた立場であったとしてもやはりその最新というところにやはり土俵を置いて今後、進めるべきだというふうふに思っております検察としても難しい判断が求められるというふうに思うわけですが若狭さ,さん、あの市民が裁判員として刑事裁判に参加していて、はい えー、そこでは推定無罪という言葉も今あるわけですけれどもこの袴田事件を通して私たちはどんなことを考えればいいのでしょうか、はい、これは今回の袴田事件というのはいわゆる死刑判決が出たと、まあ、そこが非常に大きな今回の、えー、事件の特徴でありそうしますと我々、まあ、要するに一般市民はです、ね、刑事裁判 というものそして死刑もそうした証拠が作られることによって場合によっては判決がなされてしまうそれだけ裁判官にしろ検事にしてもそれは人間ですから過ちがあるんだというようなことをきちんと着目してですね今後、刑事裁判特に死刑制度あるいは死刑の言い渡しというのがどういう形で出されるべきかというのをもう一度我々に投げかけてきていると。 それだけ大きな重みのある本日の決定あるいは今後の動きというふうになると思います若狭さん、スタジオの福島です、えもう一点、その審理の長期化という点においては、はい、やはりこの最新法の在り方について、えいろんな声、声聞かれていると思いますけれども、若狭先生はどういうふうに考えますでしょうか。はい あの最新法の中でまあ証拠開示の問題とそれから検察がそうした不服申し立てをすることがあもっと制限すべきではないかという問題この2つが大きな最新法の課題とされていますまあ証拠開示についてはまあ検察もですね裁判員裁判を踏まえてかなり昔に比べると証拠開示というのを 他の事件でもよく行ってきてきいると思いまだ、まあ、その意味でも評価できるんですがその証拠開示についてですねやはり最新を求める場合などにおいても、まあ、証拠開示というのが一般の事件でか最近かなり認められてきているんだとすれば最新もやはり推定無罪というのがどこかしらで働かせて。 証拠開示をもももっっとと進めるべきだといいうう考え方は私もそう思いますただ無制限に証拠開示を全面的な証拠開示をするかどうかというと、まあ、必ずしもそれによって本当の真犯人が処罰できなくなってしまうという恐れもありますのでまさしくみんなが知恵を絞って証拠開示がどの程度どういう時になされるべきかというのをもっともっと議論を深めると。 いうことが必要だと思います